集合！いくよ。はい。最初はグー、じゃんけんぽん。もうダメだ。イエーイ。光る、光る。マジ？Call letter J-O-G-V. The frequency FM 78. The station. Bay FM 78. Calafina Club.今夜も始まりましたカラフィナのレギュラープログラム、せーの、カラフィナクラブ。毎週火曜日深夜のこの時間はリスナーのあなたをカラフィナワールドへと誘いたいと思います。お相手はカラフィナのバカナとケイコとヒカルです。ヒカルですね。はい、今夜で2回目ですが、またヒカルちゃん日直です。おめでとうございます。びっくりびっくりしすぎです。もしかもなんか面白いよね、うん、一発で。なんだろうね、なんか前回もそうだったけど、あいことかないし、ないないない、勝ち抜け系もないし、もう一発で光る勝つんだよね。なんだな、なんでこうなっちゃうんだろうね。なんかすごく得したような損したような、得したようなそんな気分です。得だよ、得だよ。たくさん喋れるんだよ。今夜はもう日直へのトークテーマが送られてきているので、お、早速紹介したいと思います。千葉市のラジオネームズームさん、カラフィナの皆さん、はじめまして。そして今夜の日直さん、ご苦労様です。また光になってしまいました。早速日直さんに盛り上げてほしい話題なんですけど、ここ最近プチって切れたというか頭に来たことを聞かせてください。光さんが日直だと切れたことがなさそうです。かっこ笑い、ということで。この人読んでるよ、すごい未来を。そうですね、光あんまり切れたりはしないですね。基本的にあのポーっとして過ごしているので、あんまりこうイラッとすることもなく平和に暮らしているという感じですかね。いいことだよね、うん、体にもいいよそういうの。そうですね、うん、プチってきたことか、うん、私さっき買ってすごい美味しそうで低カロリーだった、うん、五目巻きみたいなのがあって、うん、光見たじゃん、買うとき美味しそう。美味しくなかった。ちょっとプチッとくるね。美味しくなかったというか好みじゃなかったって言った方がいいかもしれないけど、苦手だった。うん、お野菜のごぼうの味がすごかった。ちょっとごぼうよ、ごぼうバカにしないで。ボコボコボコって何。ちょっと間違えちゃった。私自身がごぼうバカにしちゃったけど今。ごぼうを愛してあげて。ごぼう好きなの。美味しい。ごぼうね、いや好きじゃん私、大好き。ごぼうハンバーグ大好き。そうだ、ブログにもなんかごぼうのなんか、うん、ごぼうにすごい熱く語ってたよね。そうカラフィナね、ブログをやってるんですけど、そこでも若菜さんのごぼうのネタがちょっと見られたりするので、ぜひ覗いてみてほしいところなんですが、はい、私がね、最近プチッと切れたのは、うん、っていうか最近っていうかよく切れること、切れないけど、うん、ちょっと悔しいって思うことは、こう普通に道を歩いていて、うん、ちょっと抜かされる。同じ速さで来たはずなのに後ろから来た人に抜かされた時、ね、うーんってなって、ついつい急いでしまう。どんな負けず嫌いだよ。とっても負けず嫌いだなって私自分で思うんだよね。ここで張り合っちゃいけないんだけど、ふんみたいな。知らない人に、私の方が早いわよっていうのを示したくなる。すごいね、なんかそういうことでイラッとするんだね。イラっていうか悔しいだけ。あ、悔しい。全然悔しいだけ。プチって感じだもんね。プチ頑張るみたいな。プチだもんね。ちょっと待ってみたいな、うん、ちょっとお待ちなさいっていう感じでいきます。というわけでオープニングもなんだかんだと和んだところで、はい、BFM からお届けするカラフィナクラブ、今夜はすっごいお知らせもあります。そして新コーナーもスタートします。イエイ。後ほど楽しみにしててください。それではオープニングナンバー紹介します。カラフィナでスプリンター。カラフィナのレギュラープログラム、カラフィナクラブ。毎週火曜日深夜のこの時間はカラフィナの若菜とケイコとヒカルがお届けしています。まず先週もお伝えしたんですが、この番組をいろいろと盛り上げてくれるであろうコーナーたちを紹介しておきます。はい、前もって言っておきますけど、面白くないなと判断したらどんどん新しいコーナーが生まれていきます。はい、ですね。まず3つのコーナーが立ち上がります。若菜さんお願いします。はい、1つ目、カラフィナミステリー。ミステリーミステリー。邪魔しなかったよ。邪魔して邪魔して、すんげえ寂しかった。あなたの身の回りに起こった不思議なこと、謎だなと思うこと、神秘的だなと感じたことをメールください。宇宙の話とか大好きなんで、よかったらその辺、 UFO 見たよとか大歓迎。カラフィナに関する質問メールもこちらで受け付けます。UFO 見たよとか
来ないかな。いや私見てるし普通に。ちょっとあなたがよく見るし。若菜がミステリーだよね。光る見られてるんじゃない逆に。今 UFO 見たよってお母さんに言ったら周りの人に確認しなさいって言われた。えあれ UFO ですかって聞きなさいってお母さんバカじゃないのと思って超面白かった。ママ周りの人に確認しなさいだから、ね、私は信用してないよね見間違いかもしれないと思ったんだ、ね、お母さん面白いと思った、うん、ママ正しい、はい、2つ目、カラフィナスマイル笑える話ネタ3人のうち誰かが笑えば OK 笑いが取れたら1スマイルポイントが加算されていきます、うん、スマイルポイントを5つ取ったら番組から私たちが生電話を、かけさせていただきますよ。日本でも海外でもどこでも電話しちゃいます。イエーイ。すごいよ ね、 すごいね。これはドキドキ、うん、チャラフォンですなるべく笑わないように光る頑張ろうかな。え分かった。じゃあ私も結構ハードル無理だよ。若菜は無理だよ。笑いの沸点の低い私ですから、ね、若菜は無理なので皆さん若菜のこう笑いのツボをついて送ってきたりとかすると、うんうん、結構スマイルポイントもらえるかも。裏技です ね、 ね裏技言っちゃったよ。普通に正面かもねこれ普通にこれでいけばいけるよみたいな、うん、ちょっと頑張ってよ、うん、わちゃん。分かった分かったよ。それでは3つ目紹介したいと思います、はい、カラフィナ研修。メンバーの誰かが可能な限りラジオでのトークスキルやライブでのトークスキルを上げるためにいろんなことを経験してみます、うん、やってほしいことがあればメールください。スキルアップです ね、 ね社会科見学みたいな感じ。うーんいいねそれ。社会科見学どこ行った。パン工場とかコーラとか。かるかまぼこ工場行ったよ。おいいねいいね。練り物練り物見たい、うん、でお土産にさちっちゃいかまぼことかもらってさ買えんの。いや超いいじゃん。やっぱ練り物にはわさび漬けだよね。私遊園地行ったよ。え社会科見学遊園地行ったな。謎だよね。私も友達に聞いたの。それ本当に社会科見学なんかどっかついでに行ってるんだろうね。あ製鉄工場みたいなとこ行って。そこだそうだ。ごめんごめん。そこでした。びっくりしました。びっくりしましたね。どのコーナーに参加してくれても OK です。日直へのトークテーマも大募集。皆さんからの初めましてメール大歓迎です。どんどん送ってきてください。メールアドレスはカラフィナアットマークベイ FM.co.jp カラフィナアットマークベイ FM.co.jp カラフィナの綴りは KALAFINA。 詳しくは番組携帯サイトでチェックしてください。じゃあ今夜はまずカラフィナミステリーに届いたメールを紹介したいと思います。待ってましたよ。ラジオネームイグル12さん。若菜さん、はい、恵子さん、ひかるさんこんばんは。質問なんですが、以前のブログにひかるさんがカラフィナには気圧の変化や空気の匂いで天気が察知できる強者がいると書いてあったのですが、うん、誰かは秘密と書いてありとても気になっているので誰が察知することができるのか教えてもらえませんかというお便りです。それは教えられないな。これは若菜と光るんです言っちゃった軽いな、ね、そうなんですよね。若菜と光るなんですよ。二人ともだって絶対傘持ってるもんね。そう今日降るよって私と光が稽古に教えてるよね、うん、でも手遅れだね手遅れだね。家出ちゃったらね。そうね。二通目行ってもいいんですか。はい。じゃあカラフィナミステリー2ということで、yes. ラジオネームレグノさんからです。若菜さん、恵子さん、光さんこんばん は、 こんばんは。自分に起こった出来事なのですがミステリーというか嫌な感じの出来事です。今年の5月の終わりの夜勤が終わって家路に向かう車の中での出来事です、はい、しばらく運転しているとズボンにポタッと落ちてきたものがふと目を向けるとそこに一匹のナメクジが。うわ、やだ。かなり驚きましたが自分を落ち着かせながら近くのコンビニまで必死に我慢しました。事故らなくてよかったです。ナメクジがどこから現れたかミステリーですということです。びっくりした。私お化け系かと思って超ドキドキしてた。なんでナメクジ。でもやだね、ナメクジはやだな。でもさ、ナメクジってさ、あれだよね、だいぶ遅いよね。だいぶ遅い、だいぶ遅い。だから多分近くのコンビニまで我慢できたんだと思う。我慢したんだよ。でもだいぶ動きが遅いのにどうやって車の中入ったんだろう。なんかさ、葉っぱとかにナメクジがいてドアにナメクジがくっついてそのまま車内に入り込み時間をかけてゆっくりと落ちてきたんじゃない運転中に。だそうです。そんなリアルなミステリーじゃねえそうか、そうミステリーだったこのコーナー解読してどうすんだよしかもリアルな感じ。不思議ですね、ね、それ面白いね。
じゃあ、あの素晴らしいミステリーいただいたんで、はい、次のミステリーに行きたいと思います。はい、ペンネームおみさんからです。若菜さん、恵子さん、ひかるさん、こんばんは。早速ですが、最近私の身の回りで起こった不思議なことを聞いてください。先日いつものように駅前を歩いていると、道端にバナナの皮が私は笑いが吹き出してしまいました。もちろんスルーしましたが、後々考えたらわざと転ぶべきだったのでしょうか。しかしそんなことをしたら他の人の視線が痛々しいです。だいたいバナナの皮が道端にあるなんて、なんともミステリーだと思いませんか。バナナダイエットの弊害なのか、マリオが仕掛けた罠なのか。カラフィナの3人は道端でミステリーなものに遭遇したことはありませんか。ミステリーですね。面白いお手紙。わざと転ぶ必要はあったと思います。はい、一つ情報が載ってまして、何何、最近渋谷に日本初のバナナの自動販売機ができたって知ってましたっていう、知らないよ、情報が載っていたので、こう今手元に写真があるんですけど、どうやら1本だと130円、4本だと390円で自動販売機で購入できるそうです。あ、4本のがお得じゃないですか。ね、微妙に高いバナナだね。じゃあまあ3人で買うときは4本買って、なんだろう、あのボタン押すとさ、うん、紙パックのジュース落ちてくるやつとかあるじゃん、うん、はいはいはい、ああいう感じの自販機でこうぐるぐる落ちてくるらしい。いや、っていうか多分そこで買ったんだよその人。それで、あ、食べちゃったって。またミステリーじゃない。あの、じゃあちょっと肥料に、あの土に返そうと思う。土に返そうって思っちゃったんだね。魚に言うとミステリーがミステリーじゃなくなってくる。ミステリー、ミステリーを解決していこうのコーナーに変わっております。そういう感じになんか変わってますけど。ダメダメダメ、解決しないでいこう。解決しないで、しないでいくんだ。ムズムズしていこう。ムズムズしていく。ムズムズしておこう。ムズムズして、あ、ムズムズする次のお便り、うん、それで。でもね、今日はね、もうミステリーね、終わりなの。あら、残念。で、もっともっと送ってほしいので、うん、メール待ってます。メールの宛先はカラフィナアットマークベイ FM.co.jp、 カラフィナアットマークベイ FM.co.jp。 カラフィナの綴りは KALAFINA、 すべて小文字です。ではここで一曲、カラフィナでアリア。お届けしたのはカラフィナでアリアでした。カラフィナのレギュラープログラム、カラフィナクラブ、毎週火曜日深夜のこの時間はカラフィナのマカナとケイコとヒカルがお届けしています。今夜で2回目、日直はヒカルが担当しています。2回目で、2回目の担当のヒカルちゃんです。もう笑っちゃう。というわけで皆さん、お待たせしました、カラフィナ情報です。イエイイエイ。実は新曲の CD 化が決定しました。うわ、ありがとうございます。タイトルは輝く空のしじまにはです。イエイ。発売日は9月15日の水曜日。この曲はですね、現在 TBS 系列で放送されているアニメ、うん、黒執事2の劇中歌として起用していただいています。いつ流れるかはお楽しみということで、ちょっとまだ流れてないんですけど、うんうんうん、ぜひアニメの方をチェックしてチェックしてチェックしててください。ねえ、ちょっと楽しみですね。どんな風にアニメと一緒に流れるのかとか、ちょっと先に、うん、発売日は先になるんですけど、うん、もうね、一足早くやっぱさ、テレビアニメで見ていただけるからね、うん、とてもいい曲なので、そして一足早く早くここでね、かけたいね、かけたいね。ちょっとそれもお楽しみ。それも上の偉い人に頼んでみるね。詳細はカラフィナのオフィシャルページでチェックしてください。それではラストナンバーの時間となりました。カラフィナでラクリモーサ、いかがでしたか。第2回目のカラフィナクラブ、毎週火曜日深夜のこの時間はリスナーのあなたをカラフィナワールドへと誘いたいと思います。最後にカラフィナからのお知らせです。先ほども紹介させていただきましたが、新曲の CD 化が決定しました。発売日は9月15日です。タイトルは輝く空のしじまにはです。 TBS 系列で放送されているアニメ黒執事2の劇中歌として起用していただいています。流れるのを楽しみに待っていてください。詳しくはソニーミュージックのサイトにあるカラフィナのオフィシャルサイトをチェックしてください。また番組の携帯サイトはベイ FM の携帯サイトから火曜日のカラフィナクラブをチェックです。そしてリスナーの皆さんからのリクエストにお答えして、この番組はベイ FM のパソコンのホームページからストリーミング放送が聞けちゃいます。
リアルタイムで聞けないという方、何度でも聞きたいという方、トップページからインターネットラジオをクリックしてください。カラフィナクラブ楽しんでください。今日どうでしたか？面白かった。ミステリーのお便り、ね、ミステリー楽しい、うん、楽しかったね。ちょっと解決しちゃったけどミステリーを解決しようのコーナーだった。でもさそれが本当かどうか分かんないじゃん。きっとそうだろうっていうだけだって、うちらの想像だよね。それはそれでミステリーなわけよ。そっか、まだミステリーの状態でちゃんときちんと終われました。そうだよ、だってバナナの皮だって、うん、誰かが置いたわけじゃないかもしれないわ、ね、動物が加えてきたかもしれないわ知れないわ、宇宙人が置いたのかもしれないし、我がカラフィナのミステリーがなんか突然発生したのかもしれないわ。ちょっとね、もうそろそろ時間が来ちゃったので終わりにしましょうか。また来週よ、はい、そうねではまた来週です。カラフィナクラブ、お相手はカラフィナの若菜と恵子とひかるでした。解散、バイバイ。カラフィナクラブ on Bay FM 78.